ルート・ビヒ・リヒターはドイツの画家、版画家である。ロマン派及び身近で日常的な市民文化を描いたビーダーマイヤー時代の美術家である。ドレスデンで生まれた。父親のアウグスト・リヒターも版画家、同版画家で12歳から父親について仕事をした。当時有名であったポーランド生まれの同版画家、ダニエル・ホドビエツキの作品に強い影響を受けた。 同時に、ドレスデンの美術学校に学んだ。1820年から1821年の間、ロシアの貴族のナルイシキン・リエシとして従って、南フランスやパリを旅し、描いた絵は、ロシアの王族の女性に寄贈された。1821年に、ドレスデンに戻った後、1823年から1826年まで、イタリアに滞在し、イタリアで活動していた。 コッホやカロルスフェルトラのドイツ人画家という情を結んだ。自然と人間の調和した風景を描くことになった。ドレスデンに戻り、1827年に結婚し、1828年から1835年の間は、マイセンの美術学校で教えた。マイセンで教えた生徒にはプリアンがいる。1836年に父親の後を継いで、 ドレスデン美術学校の風景画の教師となった。ライプツヒの出版社、ゲオルク・ビガントによって出版された美しくロマンチックなドイツの絵を描くために1836年からドイツ各地を旅した。その頃から書籍の際へのための基範画を制作するようになった。1840年代の初めにドイツの民話集やシカ集、 自動書など多くの書籍のための基本画を制作した。1859年に最後に描いた油絵絵画はパリの国際展で銀賞を受賞した。1869年から自伝、レヴィンセリネル・ウンガン・アイネス・ドイチェン・メイラースの執筆を始めた。1873年に眼病で絵を描くのを止め、美術学校も辞めた。ドレスデンで没した。ありがとうございます。